どうもキクです。それとケイトよ。不安しかないけど始めようか。須田くんの入団だね。なんか大したことないね。こら、Jリーグカップ始まったよ。須田くんは補強第一弾だからね。期待しちゃうね。まずはスタミナね。半分休ませないと怪我しちゃうんだよね。季節もいいの欲しいよね。一番はスタジアム改築だけどな。収入源を確保しないとね。そこからが一番楽しいんだよ。序盤の苦労も楽しいけどね。お金かけて好きな選手集めまくってね。いつかはやってみたいよね、グラフマックス。夢だよね。一回戦ぐらいは勝ちたいよね。チャンスだぞ。決めろよ。あ、よしよし。ニッシーやるじゃん。またニッシー。完勝。あかん。終わった。ニッシー。お、報告か。国内か、ダメなんだよね。でも見るんでしょ。まあね、当たり前じゃないか。縛ってなきゃ一番の楽しみだよ。縛ってても国内以外なら超楽しみだよ。 J の文字が見えたら鼻血もんだよ。Jリーグカップの恨み、ベコベコにしてやりなさい。よし、追いついた。あ、観客入んねえな。ナイス、ケンシロウ。あ、もう。報告ないね。スカウト、クビにしたいよ。世界に通用とかいないのかよ。赤プレコ持ちのガルアいるね。アスンシオンにあやうんでほどじゃないけど、ゴールキーパーやサイドバックにいいんだよね。すっごい無能だけどね。今1億は痛いよね。留学するわけじゃないし。スカウトも外れだね。早く変えたいな。なんやねん。ケーン。とどめのニッシー。今度こそベコベコにしてやるよ。
よし。いいね、いいね。とどめだぬふふ、べこべこにしてやった。やったね、ボス。今さらだが津田くんいいじゃないか。いい補強になったね。どんどん連れてきてほしいもんだ。早速だね。違ったよ、早とちりだったね。これぐらいなら出してあげなよ。そうだね、出そうか、町のためだしね。最近なんかよく立つよね。たまに干渉するし。まさか昇格とかしちゃわないよね。まだ気が早いよ。だな。2位だよ、2位。すごいね。負けちゃったね。もうすぐ半分だよ。今度こそ報告か。 Jリーガー来たー。20代半ば出たのます。やっとさん来ちゃった。正直2002ではまだ微妙だけども、わけー。ボス、キャラ忘れてるよ。そうだったな、すまない。2年ぐらいにしとこうか。お金ないからね、貧乏だからね。否定はしないよ。これで勘弁してほしいね。ダメか、仕方ないな。絶対欲しいからね。高くついたね、Jリーガー、お金かかるね。まあ、何にせよゲットだぜ。優勝しちゃったりしてね。それはねえよ。スカウトも変えとこうね。吉武結構優秀ね。国内指定なし、A だからね。海外には弱いけど、とりあえず彼でいいでしょう。バンバン頼むよ。おい、宮間。ほんと、強いね。また国内か。どっちにしろお金、やばいけどね。16歳のフォワードか。初期面並みだね。前半戦ラストだよ。早く。ああ、最後に成績を見ておこうか。勝って締めくくりたかったね。ちょっと差がついてるけど、2位か。まだまだ優勝狙えるよ。G1
自分で言うのも気が引けるけど、この戦力で来年すぐ降格だよ。それより J2 で試合経験積んで勝利ボーナスで稼いだ方がいいだろう。早くカズに会いたいよ。知るか。そんなことよりうちのフォワード陣頑張ってるじゃないか。ケンシロウなんか2位だったよ。ゴンの方が上だよ。当たり前じゃないか。まあ今年は3位フィニッシュで5億もらって、来年優勝して昇格しようじゃないか。まだ諦めないよ、カズユー。今回はここまで。